全軍を退席完了。この星はメガヒクスと調和した。これ以上の戦いに意味はない。変身。 単一の個体に執着する。全ての個体は大いなるシステム、メガヘクスと融合するべきだ。それこそが全生命にとって最も正しい進化である。ふざけるな。大なる何が冗談。こんなのはただの侵略じゃないか。 未確認の惑星を発見。太陽系第3惑星地球。なんだって。この星は融合した。メガヘクスは新たに地球との調和を試みる。待て、 ダメね、甘すぎるわ。これはいけると思うんだけどな。もっとこう素材の良さを生かさないとエレガンスじゃないわよ。あ、じゃあこれはあの新作のドラゴンフルーツパフェ。めっちゃ相変わらず厳しいな。どう、俺の苦労が分かるでしょ。みんな頑張ってるってことが。そうだ、ミッチーどうなの？最近顔出してんの？あ、たまにな。 いずれ兄貴の手伝いをするつもりだし。一度ちょっと現場を見てもらってもよろしいですか。今この場所がちょうどこの図面の位置になります。今はまだ基礎の段階ですが。何の音だ。 頼む。わかりました。
やったか。メガヘクスを受け入れなかったのは残念だ。おお、モンデュー、まずいわね。コータさん、君を淘汰する。オーバーロードカズラバコータ。間違いない。これは黄金の果実のかけら。このようなシステムを用いてそのパワーを引き出すとは興味深い。生命の一つ一つは脆弱で無価値な存在に過ぎない。故にメガヘクスと融合し、偉大なるシステムの一部として存在価値を得るべきである。融合、まさかこの現象のことか。理解せよ。それこそが正しい進化の在り方である。メガヘクスと共に歩もう、地球よ。メガヘクスと融合させるため、この星を改造する。コータさんどうした？戦国ドライバー、極めて興味深いシステムである。こいつら機械なのか。優れた戦闘性能、より多くのデータが必要である。バカな、久しぶりだね、光実君。お前は戦国領前、
データを収集せよ。変身。ドラゴンフルーツエナジー。ロック。そうだろう。ドラゴンエナジーアームズ。なんだそのアームズは。これもメガヘクスの力さ。素晴らしいよ、メガヘクス。私は今、大いなるシステムの一部となっている。なんなんだ、メガヘクスって。オーバーロードたちと同じだよ。かつてヘルヘイムに侵食された種族さ。あの星からやってきたのか。メガヘクスは惑星ごと全てを機械にすることでヘルヘイムの侵食を乗り越えたのさ。君もメガヘクスと融合するといい。私の喜びが理解できるはずさ。ほら、やれやれ、相変わらず抜け目ないね。道真、どうだ様子は。大丈夫だ、大事はない。それよりも問題はメガヘクスだ。まさかあのコータがやられちまうなんて。せっかく帰ってきたかと思えば、そんなの信じられるかよ。どうするの。まともに戦えるのは戦国ドライバーを持ってるあの子だけよ。打つ手なしか。カズラバならこんな時でも決して諦めないはずだ。諦めないでほしいんだ。人は変わることができる。俺みたいなやつでさえ違った自分になれたんだ。変身だよ、ナトラ。私も変わってみせる。今度こそ人類を救ってみせる。僕は一体。ごめんなさい。マイさん。私たちメガヘクスを止めることができなかった。私は今メガヘクスの侵略兵器の中に囚われている。私には構わず、この兵器を破壊して。これはマイさんからのメッセージ。聞こえますか、マイさん。そうじゃないと地球がメガヘクスに取り込まれてしまう。私にできることはこのくらいしかないけど。兄さん、これを。これは
感動の再会だね、タカトラ。龍馬、メガヘクスは神秘に満ちている。神のごときシステムと一体になり、その全てを感じ取る。研究者にとってこれに勝る喜びはない。決着をつけよう、龍馬。因縁の対決だね、友よ。変身、ドラゴンフルーツエナジー。よっ、おそうだ、エナジーよ。変身、ベロ武闘ロックロスオン。いつだね、龍馬の相手は任せろ。でも行くんだ、お前にはやるべきことがあるんだろう。分かった、兄さん。戦国ドライバーではゲネシスドライバーには勝てない。君ならば理解してるだろう。それはどうかな。なんだこいつら、インベストは違う。つくづく愚かな男だな。私の研究があれば君は神にだってなれたはずだ。今度は偉大なるメガヘクスとの融合を拒んでいる。君は二度も神になるチャンスを手放したわけだ。本当に救えないな。バカはお前だ、龍馬。何？お前の語る神など意味のない空っぽの存在に過ぎない。そしてメガヘクスの奴隷になり下がった今、お前自身が空っぽになってしまったんだ。黙れ！君に私の理想は理解できないよ。さあ、全てを終わりにしよう。そうだな、終わりにしよう。そうだ、ドラゴンフルーツエナジー。絶対に助けます。それが僕にできる唯一の償いなんだ。Thank you.
ぱすごいや。さすがは僕一度は見込んだ男だ。君は無価値な感情に支配されている。この存在は不要だ。フルーツバスケット。戦国ドライバーから得たデータをもとにメガヘクスのシステムを更新した。今のメガヘクスはこの力を利用することができる。やめろ。黄金の果実の力によりメガヘクスはさらなる進化を遂げた。地球の融合は速やかに完了するだろう。メルカー、君は無力である。まだだ、まだ俺は諦めるわけにはいかない。メガヘクスという妖精、それが正しい進化である。兄さん、これは…メロンエナジー。俺は今あるこの世界を守る。世界を蝕む悪意には二度と屈しない。変身。そうだ、メロンエナジーよ。せめてあれをどうにかしないと。俺が何とかする。今だ、撃て、見つかれ。でも俺に構うな。何？お前はためらわずに攻撃しろ。
撃て！見つかれ！俺を信じろ！兄さん。仲間ごと撃つとは。しかし無意味だ。メガヘクスに小細工は通用しない。それはどうかな。なんだと。理解不能。危ない。不能の感情の渦がほとばしる。これは怒りだ。諸君を抹殺する。諦めろ。諸君は無力である。諦めない。またさな、みんな。コータ。カズラバ。コータさん、このチャンスが来ると信じていたぜ。鍵にバックアップを保存していたのか。タカトラ、一致。行くぜ。はい。任せろ。変身。フルートバスケット。メロンエナジーアームブドウアイス。なぜメガヘクストの調和を拒む。すべての正義は大いなる思考のもとに統一されるべきである。こいつならどうだ。Thank you.
今度こそ。諸君の行為は無意味である。バカ、今度こそ完全に破壊したはずだ。メガヘクスというのは、メガヘクスは子にして善、善にして子。一つ一つはただの端末に過ぎない。故にメガヘクスを破壊することは不可能である。諸君の行為は無意味である。そうか。復活してたんじゃない。最初からたくさんいたのか。メガヘクスは地球を融合する。コウタ、あれを。なんだあれ。惑星メガヘクス、あの星こそ我が故郷であり、メガヘクスそのものであり、正しい進化の姿である。全てがどんよりと遅くなる重加速現象。それが起こるとき、怪物が暴れ出す。俺たち特上化の出番ってわけなんだが、最近は妙な相手と戦う羽目になっていた。伝説の怪盗アルティメットルパンだ。本当だったんですね。やっぱりロイミードだったか。出番だ、ベッドさん。 OK、シンデスケ、スタートヨーエンジン。変身。了解。タイプスピード。キリコ、下がってろ。仮面ライダー、やっと会えたな。このボディ、まさか。こいつ相当強いぞ。おいおい、がっかりさせないでくれ。なんと。これは俺の挑戦なんだよ、警察。いや、そこに身を潜めて活躍している英雄、仮面ライダーへのね。
れがルパンの素顔。いずれまた勝負と行こう。ではして、最後だ。それどういうことなんです課長。だからね、お偉いさんに呼び出されて怒られちゃったんですよ。このまま出し抜かれ続けてるようだとうちは解散だって。解散。そんな、特上課がなくなったら誰が怪物の事件を解明するんです。理不尽だ。お偉いさんの判断はいつも理不尽なもんです。しんのすけと嬢ちゃんが見たのは確かにこいつの顔だ。ゾルーク東条、ルパンの正体と言われ続けていた男だ。まあもっともこれは相当若い頃の写真で、今じゃじいさんのはずなんだけどな。うん、珍しいな。ベルトさんも頭がモヤモヤしてんのか。ちょっと嫌な予感がしていてね。嫌な予感って一体どんな。いや気にするな。いたずらに不安にさせても仕方ない。君自身に秘められた力を信じろ。おいおい、逆に不安になるよ。俺あらゆる面で普通なスペックの人間なんだけど。そんなことはない。君は超人だ。それに能力や体質以外にも君がドライブに選ばれた大きな理由がある。へえ、なんだいそれ。今どんよりが。トマリさん大変です。明日輸送される火傷財閥所有の黄金像を頂きに参上する特上課および仮面ライダーには警戒をお勧めする。怪盗アルティメットルパン。どうしよう、これでまたやられたらいよいようちは解散ですよ。みんな新装備で勝負よ。そうか、試作中の重加速軽減機があるって言ってましたね。おお。じゃーん。粒子測定器よりさらにかっこ悪いピコピコ2号ですね。これちょっと恥ずかしいっすね。みんなひどくない。この際何でもいいぜ。これがあれば怪物とやり合える。確かに仮面ライダーはともかく特上化が重加速中に動けるとはルパンは知らないはずです。お恐ろしい奴が現れたもんだな。友達になれるか。冗談はよせハート、俺に任せてもらおうか。まったく不穏で不可解で不気味なことばかり起こる。警視庁より各局、マルタイは第3ブリッジを通過中。第3ブリッジを通過中。 B 地点より警視庁、B 地点現状クリア。どうぞ。 B 地点はクリア。警視庁了解。こちら指示間、後方異常なし。了解。さーてどっから来るか。うわっ、どんよりだ。来るな。なんだよ、輸送車だけ走っていくぞ。答えは一つ、重加速を起こすものが触れている物体は通常速度で動ける。運転手がルパンなのか。Time for speed!
どうだ、荷台に隠れてたんだ。どんよりでも俺は動け、動けるぞ。ゲンさん、車を止めろ、ルパン。いや、怪物。こちら瀬島、後方瓦礫で進めません。トマリさん、絶対に捕まえてください。任せろ。交渉そりゃねえよ、先生。ここがルパンの隠れ家。どうして分かったんだ。まずい、しんのすけ。どうやら最悪の事態だ。開けてみたまえ。この機械はサイバロイドボディ 3Z の制御ボックスだ。サイバロイドボディ 3Z？ 俺のこの体のことだよ。そのベルト君はかつて人間の科学者だった。15年前、私はロイ・ミュードによって殺された。そうなることを予見していた私は自分の魂を器にインストールして奴らと戦うことを決意した。だからベルトになったのか。いや、最初はコアのない強化ロイ・ミュードのボディに魂を入れるつもりだったんだ。それが 3Z だ。だがそのボディを動かすには私の精神的なパワーが及ばなかった。私は器をベルトに変更、それを装着して共に戦う戦士を探すことにした。そして 3Z を凍結しこの城に保管していたのだ。そいつを俺が盗んだ。やはりな。俺は年老いて全盛期の力を失っていた。だが半年前グローバルフリーズが起こり、ロイ・ミュードと仮面ライダーの存在を知った。仮面ライダーの力に魅せられた俺はその由来を調べ、この城にたどり着いた。ベルト君には無理でも俺は 3Z を起動できたってことさ。老いたとはいえ俺の精神力は絶大だった。そんなはずはない。大抵の伝説の宝物の執着液は不老不死だ。それが手に入ってしまった今、俺には英雄になることしか興味がない。ところがどうだ。俺に精神力で及ばずベルトになりたかった男、そしてそいつに力を分けてもらいはしゃいでいる青みさいの組み合わせ。それが仮面ライダーの正体だ。がっかりしたね。やっと。その
怒りが俺を暴れさせるんだよ。覚悟しろ、人間の怪盗。死神、お前なぜここに。ロイミュードと同じ力を利用する人間だぞ。断じて許さない。制裁あるのみだ。ブレイクオフ。ブレイクガンナーのデータまで盗んでいたとはな。お前たちに代わって俺がアソを制裁する英雄になってやる。変身！ウルファン！仮面ライダールパン、ここに誕生。いよいよ我々の決闘だ。仮面ライダーという名前をかけてのな。待て、しんのすけ。今のスリーゼットと戦うのは危険だ。そうだな。君と俺とでは心の強さが違うからね。哀れなベルト君。安心して消えたまえ。ふざけんな。ベルトさんはな、俺の錆びたエンジンに火をつけてくれた恩人なんだよ。しんのすけ、侮辱は許さねえ。来い来い、待て。リーダウンで負けなんてルール
聞いてねえぞ。おいおい、やめたまえ。人を殺すのは主義に反する。だが殺されはしないだろうと思われるのも嫌だな。危ない、しんのすけ。ベルトさん、おい、ベルトさん、大丈夫か、ベルトさん。私のことをうさんくさいとかいつも言う割には悲しんでくれるじゃないか、しんのすけ。当たり前だろ、そんなの。しんのすけ、ルパンを止めてくれ。このままではロイミュード以上の脅威になってしまう。無理だよ、俺一人じゃ。いや、君なら可能だ。私はそう信じている。なぜなら君には。ベルトさん、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 ベルトさん。仮面ライダーの名前、確かにいただいた。よかった、目が覚めたんですね、トマリさん。俺は城のそばで倒れているのを私が助けました。ベルトさんは全然再起動しないの。修復は難しいかも。そうか、私もう自信なくなっちゃうよ。重加速軽減器は壊れるし、よほど暴れたって壊れないはずなんだけど。とにかくトマリさんはまず体を休めてください。元気を出して。あんたの願い聞いてやれそうにない。俺はもう仮面ライダーじゃない。名前はルパンに奪われた。そもそもあんたがいなきゃ俺は。みんな怒ってんのか、俺のこと。答えは簡単、それはこの人が仮面ライダーだからです。俺に悪いと思うなら動けるお前の代わりに俺の分まで君を守れ。そうだな、俺は止まっちゃいけないんだ。そんな時こそ前に向かって走らなきゃ。俺が頑張らねえと特上化も潰れてしまうしな。仮面ライダーはともかく銃加速軽減器を壊れるし、体を休めたよほど暴れたって壊れないはずなんだけど。見えた、脳細胞がトップギアだぜ。おやおや、こんなところでリタイアなのかい。よっ。ドライブ
ゃあまた予告状ですよ。もう本日正午ジャストにスペリオールタワーを愚民もろとも消し去る世紀の超怪盗誕生の瞬間を目撃していただきたい。妨害に大いに歓迎仮面ライダールパン。んだと正気じゃねえ。おかしいな、今日のラッキーからオレンジが貼ったのに。皆さんも落ち着いてください。しんのすけ、しんのすけ、おいおい、お前しんのすけ今どこにいるんだ。なんだって、しんのすけの野郎がルパンを追い詰めたって、みんなで応援に来てくれって。これが最後のチャンスですよ。特上か出動。トマリちゃんもルパンもどこにもいないじゃないですか。しんのすけ、なんだなんだお前、何の真似だこりゃ。言ったでしょ、ルパンを追い詰めた。嘘、誰もいないじゃない。嘘じゃないっすよ、ここは今密室、ルパンを追い詰めたのさ。そもそもピコピコ2号の存在は特上課の人間しか知らない。しかも急場で仕上げたものだ。壊しておけるのもこの6人だけ。つまり最初の挑戦状で重加速を起こしたあの時からルパンが誰かとすり替わっていたってことさ。はあ、ちょっと待ってよしんのすけ君、まさか。そう、犯人はルパンはこの中にいる。おー、かっこいいな。私も言ってみたいな、そのセリフ。ルパンはこの中にいる。待て、みんな、俺じゃない、俺じゃないぞ。分かってるって、ケンさん。ルパンはお前だ。ひどいです、トマリさん。往生際が悪いのはあんたらしくないぜ、ルパン。このままボロが出るまでフリートークするかい。見事だ、一本取られたね、トマリしんのすけ。嘘。やっと俺の名前を覚えたな。なぜわかった。キリコは俺に愛想笑いなんてしてくれねえよ。とにかくトマリさんはまず体を休めてください。元気を出して。キリコが笑うのは俺が根性を見せた時だけだ。君の洞察力を見くびっていた。だが俺の偉業は止められない。あんたの心は暴走してる。その危険性に気づいていたからベルトさんは 3Z を使わなかったんだ。いい加減目を覚ませ。今さら後戻りなどできないね。変身ウルファー。君は一つ大事なことを忘れている。本物のシジマキリコはどこにいると思う？キリコ！俺を追っていたら彼女が危ないよ。さあどちらを選ぶ？怪盗か美女か。王者の塔へ。
町から消えるがいい。まさか。やめろ。千島キリコを見捨てたのか。助けるさ。だがお前を止めるのは先だ。何？お前みたいな奴に仮面ライダーを名乗らせておけるか。俺にその名を名乗ることの意味を教えてくれたのは他でもないあのキリコなんだ。おのれ許さん。あの世で後悔しろ。俺を怒らせた君たちが悪い。まだ諦めるもんか。たとえ動かなくてもこいつをつけている限り俺は。うわみんな、俺は仮面ライダードライブだ。ドライブ変身。オーケー、新之助、スタートアワーエンジン。安心したまえ、キリコも無事だ。目が覚めたんだな、ベルトさん。よく頑張った、しんのすけ。今分かったぜ。あんたが俺を選んだ理由、俺に多少でも人より優れているところがあるとすれば、それは、そう、何度壊れてもまた走り出す君のその胸のエンジン、心だ、私の憧れさ。さあ、反撃だ。貴様は生きていたのか、死神。こいつだけは許せない。この場限りは力を貸す。お互いリベンジだ。熱くいくぜ。ストレイ。もう壊らない体か。気兼ねなく倒せる。最後の勝負だ、ルパン。仮面ライダーの名前返してもらうぜ。笑わせるだ。俺のこの技に勝つすべなどないくせに。ベルトさん、かけてくれ。
俺に出会った時からそのつもりだ。しんのすけ、アルティメット、これはしんのすけとベルトの心の共鳴。ああトマリさん、キリコ、よし、ひとっ走り付き合えよ。はい。この勝負に悔いなし。トマリシンノスケ、君にお返ししよう。仮面ライダーの名を。確かに返してもらったぜ。ましたね、トマリさん。さすが仮面ライダーです。あ、それそれ、お前が笑うのはこういう時だけなんだよな。別に笑ってません。笑ってんじゃん。笑ってません。笑ってたじゃん。どこがですか。笑ってんじゃん、その顔。元からこういう。なんだありゃ。お前はこれが太陽系第三惑星の機械生命体レオノイドの教科リセンサンプルである。融合完了。我メガヘクスはこれで究極の能力を得た。メガヘクス、シノスケ、こいつは危険だ。話はさっぱりだが、危ねえやつだってことはよーくわかるぜ。全ての個体を吸収し、宇宙に一つの平穏をもたらす。オンだ、シンノスケ。キリコ、ここにいろ。何が起こっているんだ。バレメガヘクスはさらに進化した。脆弱な子よ、メガヘクスに融合せよ。おお、
おい、なんだあんたタイヤ引っ掛けて。俺は仮面ライダードライブ、ただの市民の味方さ。あいつ追ってきた。そっちこそ何者なんだ。俺は仮面ライダーガイム。なんだろう、分かりやすく言ったら今は宇宙の神様か。神様。ああ神様。ああ、話はさっぱりだが、いいやつっぽいことだけはよくわかるぜ。ガイム、ドライブ、いずれもメガヘクスの意思に反する存在と認定する。どうやらあいつは俺たちの共通の敵のようだ。そうだな、一緒に戦おう。優位せよ。カイド、メガヘクスめ、龍馬だけでなくクモンカイトまで。カズラバー、相変わらずだな。貴様はまだそんな風にあがいてるのか。俺のやることは変わらない。変身。ロックオン。カイト、パワー！ロック！何をする？一つになるだと。くだらん、そんな弱い考えを持つ者など、俺の手で倒す。この惑星の子はなぜここまで無軌道なのか。やはり子の存在など不要。メガヘクスこそが唯一の完全なシステムである。僕たちは確かに無軌道だ。それぞれの思いでバラバラに動く。だから失敗もする。肯定する。子というエラーを修正せよ。だが子とはエラーではない、可能性だ。みんなバラバラで違うからこそ、一人では気づかない新しい可能性が生まれるんだ。可能性だと？完全じゃなくていい。俺は互いを認めて手を取り合う未来を選ぶ。いいね、お前らいいチームだ。行くぜみんな。こいつらは僕たちに任せてください。その赤い戦士と強化したメガヘクスを倒せ。今はそれしか突破口が見つからん。赤いの俺、俺に勝って手に入れた未来だ。いずれも守れ。アイト頼む。お前たちは？今は味方だと思ってもらって構いません。功を決して全てを一つにするだろう。そんなつまらん世界はお断りだ。俺たちロイミュードは個人主義者の集まりでね。砕け散る。やったな。
げえ復元力だぞベルトさん。復元スピードを超える破壊力が必要だ。あ、ベルトと喋れんのか。へや、おっ、うわっ、やる、えっ、コウタ。お前、え、今度は女神様。さあ、あなたたちの力をお互い分け合って。ああ、ドライブ。風だね、こりゃ。すげえな、これ。おい、こうやるんだよ。え、行けば。おー、なっ、おー、なんだこれ。おー、やるな。よっ、ドライブ、それとこれは、あ、あ、一冊、ウルトラソン、ウルスマット、ドライブ、ダー、敗北のゲインスレイ。ロイミュードのコアか。あれが惑星メガヘクス、つまり奴らの全ての意志の中心核だ。敵はスリゼットを吸収した。そのためロイミュードと同じ弱点を抱えてしまったのだ。あそこを破壊すれば勝てる。その通りだ。早くあそこにたどり着いて破壊しなければ。でもどうやって行くんだよ。すごいね、スペースマシーンだ。ちょうどいい。俺の車は2人乗りだ。行くぞガイム。ああ、行ってくれ。よし、ああ、やっぱり。ああ、ダメダメ、ガイム一回戻るぞ。ああ、ドライブスピード。これで乗れる。神様、シートベルト。よっしゃ、行くぜドライブ。え、ああ、シートベルトね。シートベルトないよ。そんなのも分かんないな、神様。あ、ここか。頼むよ。前のやつね。あ、前の。お、援軍を呼び寄せ。ファイト。どうやら策が見つかったようだな。急げカズラバ。すまねえ。よし、惑星レースだ。ガイム、ひとっ走り付き合えよ。ああ、ここからは俺たちのステージだ。ミカさん、俺が倒すと言ったはずだ。俺らの死か。はっ。
データを拾ってきたぞ。笑わせるな、ぶっちぎるぜ。もっと早くいけねえんだよ。分かってる、うるさいから壊してんだよ。急げ急げよ。まずい。俺に時間中でもくれ。どうやってやんだよ。とりあえずアクセル全力で踏め。分かった分かった。メガメガメガ。やったな。機械は過剰に弱いもんな。モンタクトニカルフルスタイアタック、トライドロー、イオエッジャクセ。見えた、まだ間に合う。じゃあ決めるぜドライブ。おう、行くぞ。うん、ああ、大森っていうか壁がちょっと急げ。分かってるから。何でも前に小森いる。ダブル荷重キックだ。理解不能、理解不能。メガヘクスの敗北、全てが融合した世界の否定、何もかもが理解不能。コウタさん、やったな。今日のところだけは仮面ライダーに拍手だな。ありがとう、助かった。本当に神様だったんだな。もう神様よせ、カズラバコータだ。いい腕してるな。本業はレーサーだ。俺は泊慎之助、レーサーじゃなくて警察官だ。しんのすけ、仮面ライダードライブ強かったな。あいつがいるなら地球も安心さ。いいの、コウタ、みんなに別れを告げなくて。いいんだよ、俺たちが地球に長居するわけにはいかないし。うん、そうだよね。おい、また黙って消える気かよ。本当に水臭い子ね。こっちは散々迷惑かけられたんだ。なんかこう言うことあるんじゃねえの。みんななんだよ、バレバレかよ。俺かっこ悪いじゃねえかよ。コウタさんとマイさんの考えなんか最初からお見通しです。だって僕たちチームじゃないですか。お前の負けだ、カズラバ。付き合え、別れを惜しむぐらいの時間はあるだろう。
まあいろいろあったが、とりあえず一段落だね。どうかね、あのルパン先生、そう簡単に落ち着きそうにないけどな。さすがよくわかってるね。ルパン、敵のバイラルコアまで盗んでいたのか。そういうこと。とりあえず今日は仕返しに君の一番大切なものを盗んだ。え？彼女の笑顔だよ。ではまた会おう。我が宿敵仮面ライダードライブ、泊まりしんのすけ。なんだそりゃ。お前に盗まれなくたってキリコはもともと不愛想なんだよ。しんのすけ、背後に警戒しろ。それどういう趣旨の発言ですか。ちょっと間違えた。確保します。ごめん間違えた。やれやれ、厄介なライバルが誕生したんじゃない。I see my soul.